おはようございます。総課長の久保です。今回のガチンコマッチョクラブはミスター M さんがご自身のね人生とそしてなんでね筋トレをするのかっていう理由をお話しくださいました。やっぱりね何かをするときに動機ってむちゃくちゃ大事で、その動機が強ければ強いほど長続きするんですよね。そして心底パワーが出てくるわけなんですよ。動機が不純だったり弱かったりすると三日坊主になっちゃったりするんですよね。まあ、例えばねお金を稼ぎたいなと思ってもビジネスを始めますけども、お金を稼いだ後どうするんですかってものが少なければやっぱりね三日坊主で終わっちゃうんですよ。私の場合はそういう意味で言うと、まあ、そんなに強く思ったわけじゃないですけどね、ぶっちゃけ言うとね、たくさんの借金があったんでそれを返したかったわけですよ。だからビジネスを始めたってところがあります。でアフィリエイトっていうね原価のかからないそして利益率の高いビジネスをしたっていうところがきっかけになりました。まあそういう意味で言うとね、私はどちらかというとその反動の力を使ったわけなんですよね。ものすごくマイナスだったものを跳ねのけようとしてプラスに転じたということなんですけどもね、それミスター M さんも同じようなことだと思います。やっぱりね自分の人生何だったんだろうかっていうふうに心底思ったからこそ、ミスター M さんは貴重なね青春時代とでも言いますかね、今でも青春だと思いますけども、貴重な若い時代をその借金返済とか債権者の取り立てに、ね、追われて、10年間記憶がなかったみたいなことを言われてましたけども、やっぱりそういう人生をやっぱりね跳ね除けるため、そのエネルギーが筋トレに向かわしたところもあると思うんですよ。そして K1 選手になろうとするというのもね、これもすごくいいことだと思います。いや私はねこれからの時代、この日本という国ですら治安がどんどん悪くなると思うんですよ。特にあと30年以内に当たり前のようにねひったくりとか強盗とかっていうのがニュースに載らないぐらい当たり前になってくると思うんですよ。でしかも犯罪者って捕まりにくくなります。今でも捕まりにくいんですけどね、というのが統治機構が壊れ始めていて、警察官になろうとする人も減ってきて、自警団っていうのものをなくなってきてるわけなんですよね。でちょっと適当じゃないかもしれませんけども、いわゆるね、まあ、暴力団組織っていうのがなくなってきてるんですよ。これ一見いいように見えますけども、暴力団組織はなくなっても暴力団員っていうのはやっぱりねいきなり全員死に絶えるわけではなくて、それぞれ社会の中に暮らしてるわけなんですよ。そう考えると普通の人だと思ってた人が結構ねゆすりたかりをかけてきたりってことが結構あったりするはずなんですよね。まあそう考えると、反社会勢力っていうふうにしてそういった組織を追放してきたのは実はね、すごく裏面出るんではないかなと思うんですよ。そういう意味でも自分の体を鍛えておくこととか、これから50代60代を向かうときにタフなおじいちゃんに向かっていくってことは家族を守る上でも非常にね大事なことだと思うんですよ。そして体を鍛えるってことはそのまま精神も鍛えていけることになると思います。だって筋トレってきついじゃないですか1分間トレーニングだってじゃあ100日続けましょうって言ったら何日か忘れますよね。でそう考えると継続していくことっていうのはかなりの精神力を要しますんで、その精神と肉体のバランスを取るためにも今回ねガチンコマッチクラブのミスター M さん本当100日ぐらい続けてくださって、この動画のリレーもあるわけですよ。やっぱその忙しい中でね継続するその精神力っていうのはきっとこれからの人生ミスター M さんそして私たちのことを支えてくれるんではないかなと思いますよね。今回はね具体的な筋トレの様子をお届けしたわけではないですけども、そのなんでそれをするのかっていうふうな動機についてちょっとお話をさせてもらいました。視聴している皆さんもね、こんな動機があるからお金を稼ぐんだ、こんな動機があるから自分は若返りたいんだってものがありましたらね、そちらの方にもう一回目を向けていただいて、できればまたねメッセージなどいただければ参考に取り上げさせていただきますんでよろしくお願いします。それではミスター M さん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。